信明さん、二見信明さんです。どうぞよろしくお願いいたします。今大変厳しく送られた公明、まあ、かつての公明党の副委員長を務められた二見でございます。片子さんといえばね、自民党、公明党、維新の会、つまり与党の議員が最も高額てるところなんです。その男が今日応援に来るって言ったら私もびっくりして、だから私のマークじゃさすがにいるからね、タミさんも言いたいんだけどちょこっと言う。でも私はこの人に言ってることは本物だもん。それだけに今日明日の戦いで決戦を応援してもらいたいですね。私はね、今から何年前になるかな、もう50年近く前になるか、当時は選挙制度は少数選挙制、中選挙制といって3人とか5人選ぶ選挙制。そこで私はね、17票で落選したの。これ日本新記録。私は44年に34歳で立候補して当選をして、その次の選挙では少数制、どのマスコミも全部さあ、みんな間違いなく上位当選するってみんな書くんだから、選挙調整で。ところがね、読売新聞だけはね、ちょっと2人の事件にもちょっと乱れがあって出たんだよ。それから17年で落っこっちゃったの。私はそれは政治に本気で政治やるならば絶対最後まで油断をするな、最後まで枝を開くまで勝負わかんねえんだから、時間をしない、一人一歩頼む、投票日でも電話でもって一歩頼むという、この執念が選挙を左右します。私は17年の負けたのはおそらくその執念が足りなかったなと思うぞ。どうか皆さん、今日明日執念もやりましょう。だけどね、今の麻生さんだった、岸田政権ってのはかわいそうだぜっていうより、自民党を引いてるの誰か、安倍だよ、もちろん麻生だよ。麻生は副総理かなんかの肩書きでもって、副総裁か肩書きでもっている、あれは岸田がごまかさないように裏切らないように見張りだよ。高市早苗が自民党の政調会長だ。かなりものすごい右翼なんですよ。なぜ何のために政調会長やってるか、岸田の見張りを。岸田はあれもね、本当に腰抜けだね、あの男もね。だから私は自分の子分がね、参議院出て自分の子分の溝田さんっていうのが出て、そこに1億5000万円の残金をついてた壁というのが最後出てきて、で負けたんでしょ、岸田が。何にも文句言えない。私は岸田君というのはグッズだなと思う。皆さん、だから岸田君ではまともな政治はできない、変えなきゃダメだと思います。皆さん頑張ろうね。自民党の言うことは信用しない。公明党は今の公明党、福祉や税をないがしろにする政党だ。皆さん頑張ろうね。私も頑張ります。今日一日頑張ろう。本当にありがとうございます。力強い応援でした。それでは皆さん、お待たせをいたしました。池内沙織、日本共産党、市民と野党の共同の候補者、池内沙織をご紹介いたします。ただいまご紹介いただきました、私東京12区市民と野党共闘の統一候補、大激戦をただいま戦っております、池内沙織です。この東京12区、さまざまな世論調査ありますが、
大激戦、そして互角の戦いと連日報道が続いています。この大激戦をどうか最後までご支持の輪を広げていただいて、皆さんの一票で政権交代、その一票で政治を変える、どうかご支持の輪広げてください。池内沙織とお広げいただきますように、まずはじめに心からお願い申し上げます。そして今度の政権交代で何より命、暮らしを大切にする政治を一緒に作りましょう。この日本で一体誰が想像したか、この8月13万人を超える方々が自宅療養、自宅で放置、自宅で寝てろ、命切り捨ての政治の犠牲となってしまった。医者もベッドも看護師も足りない、この悲鳴の声が上がっている最中にさえ、自民党公明党は国会を開かずに、ただの1円の予算もつけずに医療を強化するという仕事を怠りました。二見信明元公明党副委員長が今お話しくださったように、もはや自民党公明党は福祉も大事にしない、命も大事にしない、この政権に私負けるわけにいきません。何より命、ぶれずに貫いていく。医療体制を強化して、足りないコロナ病床を増やしましょう、保健所を増やしましょう、いつでも誰でも無料で PCR 検査ができる体制作りましょう。政権交代で皆さんの声が届く命最優先の政治を。ところが先の国会で自民党公明党維新の会は、これから先20万床ものベッドを減らす、こんな法律を通してしまってるんです。195億円の消費税の予算で全国400の病院を名指しして、統廃合せよ、ベッドを減らせ、減らせば減らすほど消費税財源に補助金をばらまいてあげる、これの一体どこが社会保障の充実なんでしょうか。消費税は社会保障のためだと自民党公明党の皆さん説明してきたではありませんか。なぜ消費税で病院のベッド20万床も、それもコロナ禍に減らすのか。このような方々に東京12区の議席を明け渡すわけにはいきません。私池内沙織をどうかこの大激戦をあと一回り二回りとお知り合いにご家族にお声掛けを強めてください。比例は日本共産党とどうか広げてください。よろしくお願い申し上げます。そして私は心から訴えます。自粛と保障はセットです。町の美容師さんも焼き鳥屋さんも文化芸術関係者のフリーランスの皆さんも、私たちの社会にいなくてならない大事なメンバーです。お一人お一人の暮らしと営業を守る政治を作りましょう。皆さんの暮らしを直接温める、その財源は十分にある。アベノミクスの9年間格差が大きく広がった。日本の富裕層、資産を4倍に増やして24兆円、大企業の内部留保133兆円も増えて480兆円になりました。なんでこんなに大金持ちの間をくる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 お金が回ってるんでしょう。アベノミクスの成果です。働く人たちから絞り取り、強い者たちをどんどん強くして富裕層ばっかり声太る、この税金の集め方の不公正を正しましょう。富裕層や大企業に応分の負担を求めれば、
消費税 5% の道が切り開ける、最低賃金1500円を実現できる、正社員が当たり前、佐高誠さんがお話しくださった、若い世代が苦しめられてる、働き方を壊してきたこの政治を根本から改めて、どうか皆さん、命最優先、暮らしと営業を守る、皆さんの暮らし直接温める政治を、比例代表日本共産党、そして東京12区、私、池内沙織にその願いを託してください。よろしくお願い申し上げます。そして、今度の総選挙、日本でジェンダー平等の課題を大きく前に進めていく、そんな選挙にしましょう。156カ国中、日本は120番目。見惑うことなき性差別の根深い国、日本の女性たちの地位は未だに低いまんまです。保育や介護、障害者の福祉、これは女性たちが家の中で担わされてきたジェンダーロール、女性の役割とされてきた。今も一般の業種と比べると平均して月10万円も賃金が低い、これは一体どういうことでしょう。女子どもの領域と下に見て評価を低くしている政治が続いているからです。エッセンシャルワークをその専門性にふさわしく処遇改善することは、社会の女性の地位を引き上げることにつながります。女性労働を軽視する政治を終わらせて、女性の皆さん、皆さんの自身の価値に気づいて、皆さん自身の声でこの選挙戦共に戦いましょう。そして男女の賃金格差、日本は異常です。大きすぎる。平均して240万円、一生涯40年働くとするとなんと1億円の格差になる。女性という属性を丸ごと経済的に弱い立場にとどめ置き、誰かや何かにすがらなければ生きられない、こんな状況を政治が作り出す、性差別そのものです。女性が自立した賃金を得て、自分の人生を自分らしく切り開いていける。シングルマザーの貧困率は世界一、働いてるのに子供たちとお母さんたちは苦しい思いしてます。この事態を改善するのは急務、政治の責任です。一方の男性たちは一家の大黒柱になれと大きなストレス、大きなプレッシャーを感じながら、多くの皆さんが長時間労働を我慢してるんじゃないでしょうか。本当は子供たちと過ごしたいと思った日もあるだろうし、本当は少しの弱音だって言いたかった日もあるんじゃないでしょうか。男らしさのジェンダーロールで男性たちこそがんじがらめにされています。男らしさ、女らしさ、この誰も幸せにしないこのジェンダーの鎖を一つ一つ断ち切って、自分らしく生きられる、自分の色で輝いて自分の人生を生きられる、そんな社会に日本を変えていきましょう。ジェンダー平等、比例代表で共産党を伸ばしていただいて、そして東京12区は私、池内沙織、ジェンダー問題、国会に戻ってもっともっと取り組ませてください。よろしくお願い申し上げます。そして今度の総選挙、地球環境に真剣に向き合う政権作りましょう。2030年まであと9年、この一日一日が CO2 削減にとって勝負の日々になります。 60% 削減をし、子どもたちにこの地球を豊かな環境のまんま受け渡していきたい。子どもたちは強い危機感を持ってます。今の政治家がこの温暖化の問題に立ち向かわないということは、打撃を受けたこの地球を子どもたちの世代に引き継がせることになる。今の私たちの世代の責任で CO2 をカットする。そして子どもたちの未来に地球環境豊かなまんまで引き継いでいきましょう。この点、自民党、公明党は落第点、
石炭火力ずっと続ける、黙々黙々二酸化炭素出し続けて、これから9つも新しく石炭火力の発電所を作るんだそうです。世界ではもうゼロが当たり前、世界はもう石炭火力やめてます。それなのにこれから9つも作る、子どもたちの未来を不当に奪う政権は断じて容認できません。子どもたちは一票を持ってないんです。投票に行けない。今度の選挙は子どもの未来を守る、その皆さんの心にある気持ちも託して、比例代表日本共産党、そして東京12区池内沙織とご支持の輪を広げてください。企業献金受け取らないから私たちはぶれない。どうか大きく伸ばしてください。よろしくお願い申し上げます。今度の総選挙は大きなチャンスです。政権交代が皆さんの一票でもう目の前に来てる。静岡の国政選挙では今の衆議院選挙の前哨戦と言われました。事前の世論調査では自民党は勝つであろうと言われてた。ところが最終盤、無党派と言われる方々の動きが大きく広がって、大きな番狂わせが起こった。野党の候補が勝ったんです。皆さんの一票であちこちの選挙区で激戦を制することができれば、自民党公明党の議席を減らし、野党と市民のこの共同の候補が勝ち上がる、今大きなせめぎ合いになってます。ここ東京12区もどうか最後まで選挙区池内沙織、この大きなご支持の輪を広げてください。十分に可能性があり、自公連立のこの象徴の選挙区で野党と市民が勝ち上がるならば、自公政権に巨大なインパクトになることは間違いありません。東京12区池内沙織とどうか広げていただきますように、重ねて心からお願い申し上げまして、市民と野党でカラフルな政治を真っ黒黒塗り終わらせよう。20項目の共通政策掲げて、私も皆さんと共に進みます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございます。長らくのご提供、ご協力をいただきました。皆様のもとに、池内沙織の訴え、届きましたか？日本共産党です。池内沙織、何としてもこの、東京12区から勝ち上がらせてください。国会に送り出してください。日本共産党です。